こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回ですね、君たちはどう生きるか、ネタバレありで、感想を言っていきたいなと思います。で、まだ見てない方はですね、この前ネタバレなしで、動画アップしてますんで、そっちの方見ていただけたらいいかなと思います。昨日見てきて1日経ちまして、で、結構この賛否両論というか、なんかいろいろ言われるのがわかるなって感じですよね。なんかエンタメ見ようと思って来たら、なんかホドロフスキーみたいなの、何エルトポとか、ホーリーマウンテンみたいなもん出てきたから、これはビビるよなって感じですよね。わかんないっていうね、人が多いなという印象ですね。で、僕もそうだなという感じなんですけど、なんですけども、一日考えて、なんとなく自分の中でね、納得できてきたので、ネタバレありでやっていこうかなというところでございます。皆さんどうでしたか？賛も非も、まあどっちでもいいんで、コメントでいろんな意見聞かせてくれたら嬉しいなと思います。で、まあ基本的に、話に沿ってやっていこうかなというところですね。はい、それじゃあやっていきましょう。はい、冒頭ですね、いきなり空襲のシーンから始まっていくんですけども、あ、そういう映画なんだと、戦時中の映画なんだっていうのがね、ここでわかるという感じでしたね。もう全く情報がなかったんで、だからこの感じの始まり方だと結構リアルなジブリらしいね、ファンタジー路線の映画じゃないのかなと思ったりしたんですけど、まずここの真人くんが出てくるんですけど、ここのね、家での、なんか階段登ってる描写とか、廊下を走る描写とかね、かなり CG じゃん、3D か、はい、3D が使われてるなという感じで、めちゃめちゃスピード感のある、そしてヌルヌル動くというね、絵になってて、これはすごいもんが始まるなという感じでしたね。で、外に行くと群衆の人がね、まあ、野じ馬かいっぱいいるんですけど、その人たちの、顔が結構省略されてるというか、ちょっと気持ち悪いんですよね、造形とか動きとかも。絵画とかの群衆の中の一個みたいな、結構気持ち悪さがかなり強調されてるね。もうで、火事もあってね、まさに地獄絵図みたいな、感じの絵になってましたね。ここの冒頭のシーケンス、かなり、とてつもない力を感じるというか、ここからとんでもないものがね、始まるなという印象でございました。はい。で、タイトルが出まして、疎開していくという感じですね。で、主人公、真人くん、はい、しっかり出てくると。はい。で、さっきの、火事でね、お母さんを亡くしてしまったというところでございます。で、お父さんの再婚相手が出てきますと、夏子さんかな？で、夏子さんはね、お母さんの妹だっていうのがわかると。おー、マジかよっていうね、結構ハードな、感じだなというところですね。で、もう、子供ももう身ごもってるみたいな感じでしたね。っていうね、結構、これ、真人くんからするとかなり受け入れがたいだろうなというところでしたね。で、お屋敷に行きまして、そうするとね、おばあちゃんとかね、いろいろ出てきたり、あと、アオサギですね。この、今作の、ポスタービジュアルにもなってるアオサギが出てきまして、背景ですね。この辺の、まあ、森がうっそうとしてるね、背景とか、まあ、屋敷の中での背景とかね、結構省略されてるんだけど、細かく描かれてるというか、印象派っぽいって言っていいのかな？はい。結構絵画、油絵みたいな感じのタッチの背景になってるというのがかなり面白いなというところでしたね。はい。で、その上にジブリのキャラクターが乗ってるっていうね、完全にもはやアートというか、まあ、スパイダーバースこの前ありましたけども、あれとはまたベクトルの違うね、アートというか、まあ、時代が違うという感覚かな。スパイダーバースは現代のストリートのアートみたいなところがあったと思うんですけど、今作は結構、まあ、昔の、超昔、中世とかその辺なのかな、美術の歴史あんま分かってないですけど、まあ、ヨーロッパの昔のね、絵のアートだなという印象でございましたね。はい。その辺が面白いポイントとして結構ずっとあったかなというところです、今作は。はい。真人くんがね、初めて登校していくんですけど、車で送ってやるよっつってね、車で授業中のところにグワーって校庭行って降りるっていうね。まあ、地元の子からしたらね、結構いけすかないんだろうなって感じですよね。しかも当時の昭和初期の日本でだったらね、特にって感じ。で、しかもみんな周りの子はグレーというか、黒とかね、そういう結構暗い色のシャツを着てるんですけど、で、坊主っていうね、感じなんですけど、真人くんは白のシャツ。で、髪も長いっていうね、完全にもう悪目立ちしちゃってんなっていう感じがありましたね。はい。まあ、そりゃいじめられるよなというところですね。で、まあ、帰り道喧嘩してるシーンもあって、まあ、この辺ね、モンタージュで、ダイジェストっていうか、BGM だけでね、こう見せていくみたいなところがあって、
ここそうやって見せちゃうんだみたいな感じがあって、それも面白かったんですけど、まあ、この辺まで結構静かでね、じっくりゆっくり見せていくという感じだったんですけども、まひとくんが寝てると窓に席が立つんですけど、喋るんですよね。なんかお母さんみたいなこと言うのかな、確か。こっからなんかおやおやっていう感じがあって、戦時中の日常みたいなところにいきなりこのファンタジー要素がもう突っ込まれてくるんで、興味持続の作り方はうまいなと思いましたね。あと、あの窓にサギが立ってるんですけど、あの地味に糞がちょっとついてるっていうね、その細かい描写とかもリアルで面白いなと思ったりしましてね。まひとくんが目覚めて、サギを追ってなんか池の方に行くんですけど、そうするとね、サギが喋り出すと、完全に喋り出すと、はい、お母さんは生きてるよみたいなことをね言い出すんですけど、城に来ないかみたいなことを言われるんですけど、そうするとこの風がめちゃめちゃ吹き出すみたいなね、あそこの急にこの抑えられた演出からのもう大胆な風の演出、あとカエルがブワーッとこう群がってくるみたいな、あの演出の緩急ですね、あれがすごく気持ちいいというか、めちゃくちゃ面白いなという、やっぱね、単純にね、イマジネーションすごいなっていうところですよね。これをゼロから考えてるっていうその発想ですよね。これは面白いなと思いましたね。かなりこの演出しびれました。で、部屋にいるとね、お母さんが残してくれた君たちはどう生きるか本ですね、あれを見つけるというところで、で、それを読んでいくという流れになってきますね。あの本がきっかけで、まひとくんがちょっとだけね、変わって行動的になると。で、そして、夏子さんに対して行ってきた態度の償いとか、そういうところもあって、お母さんを探しに行くという感じになっていきますね。はい。で、森に入っていって、屋敷に誘われていくという感じでございました。で、あの塔かな、屋敷かな、あの中で、アオサギとね戦ったりしてね、キービジュアルにもなってたから、アオサギが結構なんかイケメンではないけど、このなんか可愛いキャラクターなのかなと思ったら、普通におっさん入ってるっていうのも、あの結構肩透かしで面白かったんですけど、普通にハゲたね、鼻がめちゃめちゃでかいおっさんっていうね、顔出ちゃったらもうそういう着ぐるみ着てるだけな人みたいになってて、あのあれは面白いキャラクターだなと思いましたね。全然こびてないっていうか、アオサギは本当良かったなと思いますね。はい。で、下の世界に向かっていくという感じでございます。はい。こっからね、完全にファンタジーになっていくというね流れですね。ここのねギアチェンがめちゃめちゃおもろかったなというところ、あ、そっち行くんだね、やっぱりっていうね。で、やっぱね、下の世界観が面白くて、かなりワクワクしたなというところですね。僕としては。はい。鳥がめちゃめちゃ出てくると。ペリカンですね、まず。はい。結構リアルなペリカンが出てくるね。顔とか結構まんまだし。集団の恐怖みたいなのありますよね。はい。なんか今作鳥がめっちゃ出てくるじゃないですか。っていうのを考えると、ヒッチコックの、鳥ね、匹敵するぐらい鳥怖い映画だなというところがかなりあったかなと思いますね。まずペリカン普通に怖いしね、あのペリカンはなんか動物的な怖さありますよね。結構リアルに描かれてるから、その感情がなくて本能だけでこう襲ってくるみたいな、あの目が死んでる感じがめちゃめちゃ怖いなと思ったり、あとインコは、まあインコが喋れる鳥だからなのか、ちょっと知能があるように見えましたね。まひとくんを騙してね、家の中にこう連れ込むとことかね、結構普通にゾッとするというか、普通にスプラッター映画の直前じゃんみたいな感じでしたけどね。インコに関しては造形は結構可愛いっていうね、可愛いけど怖いみたいな。で、あのキリコさん出てきますね。あの若いキリコさん出てくるという感じで、でキリコさんに連れられて、獲物を取って、マックロクロスケのなんかもうちょっと可愛いやつみたいなのが出てきますけど、あれにご飯を与えて、こう命がこう循環していくシーンをね、夜に見るみたいなのがあって、でペリカンが食べに来ると、でそうすると姫様ね、ここで出てきますという感じでしたね。でこの辺の 2D と 3D のね、掛け合わせがやっぱうまいなと思ったりして、ペリカンがこう飛んでくるのは、2D だったり、この掛け合わせ、このうまい具合にこう違和感がない程度に、見せ方を変えてたかなと思います。で姫様の火もあれも 3D になってたかな。はい。そういう感じでね、この何見せ方の違いがかなりいろんなところで使われてて、
面白いなというところですね。この辺から結構ね、宮崎駿が作った世界観を巡ってく旅みたいになってくるんですよね。このいろんなところを行くんですけど、まずナウシカみたいなね、うっそうとした森みたいなとこが出てきたりとか、でもそれはなんかもののけとかにも通じるなと思ったり、あとその塔ですね、本ちゃんの塔がハウルの動く城をなんとなく感じたりね、まあ僕全然見てない僕からしてもこのエッセンスというかそういうものを感じるなと思うぐらいちゃんとオマージュ、セルフオマージュしてやってるなという感じでした。場面の作りというか構成がこの最後の方の、結局何が伝えたいのかっていうところにもつながってくるなと思うんですけど、中盤は結構セルフオマージュのねオンパレードだったのかなと思ったりしましたね。あと個人的に好きなシーンがこの辺にあって、アオサギの、この穴ね、くちばしの穴を埋めるっていう話なんですけど、穴が開いてるせいでなんか変身する能力がなくなってるみたいになって、木を切ってね、こう削ってこう DIY してこうはめるっていうね、お互い文句言いながらもお互いのためかにやってるっていうのが面白くて、でさらにはまっていい感じになったからこう調子出てきてなんかふっかけるんですけど、青杉がね、なんですけどちょっとやっぱ気になって、やっぱごめん直してくれみたいななんかその煮え切らなさも可愛いなと思ったりしましたね。あそこのやりとりは今作のうわとんでもねやばいシーンだなっていうのは別として、好きなシーンだったなと思いますね。その後ひみさまと一緒になってね、夏子さんのところに向かっていくんですけど、この辺のね襲ってくるインコとかね、かなり面白いところ、このなんだろう、インコのアイディア、まあかなり好きなんですけど僕は、はい、というのもありながら向かっていくと、でそうするとね、なんか石が私たちを拒んでるみたいになってね、静電気がめちゃめちゃ発生するみたいな、何なんだその発想っていう感じ、まあまあこの下の世界行ったら終始ね、なんだその発想はっていうね、ほんとイマジネーションが炸裂しまくってるんですけど、で夏子さんのいる部屋に行ったらね、あれもうそこもなんかもうイマジネーション爆発してて、なんか髪が二重になってぐるぐる回ってるってね、これなんだこれはというね、何のために回ってんのかもわかんないし、でもむちゃくちゃとてもセンスを感じるというかところですね。真人くんがね夏子さんに帰ろうっつって言うんですけど、もう嫌だと、もう大嫌い、あもうあんたなんか大嫌いよって言うんですよね。はい、いや確かにそうだよなっていうところですよ。夏子さんからすると、真人くんですね、前の奥さんの子供である、同時にお姉ちゃんの子供でもあるというね、このめちゃめちゃ複雑ですよね。結構気を使いまくると思うんですよね僕としては。はい、だしなんなら姉ちゃんの息子っていうところでね、やっぱ亡くなったお姉ちゃんをね見るたびに思い出しちゃうんじゃないかなっていう、そこも嫌なんだろうなっていうところがあって、屋敷の生活だったり戦争だったりね、そういうのもあって、それでこの世界に来ちゃったんじゃないかなというところで、真人くんから逃げてこの世界に来たのに、なんであんたが来んだよっていうところですよね。まあそれは拒絶されるよねっていう感じで思いましたね。はい、でそうするとね、髪がねむちゃくちゃ降ってくると、つってあった髪がね、それそういうやつなんだみたいな拒絶を表すこの髪ですよ。むちゃくちゃ飛んできてめっちゃくっつく、結構なんだろう、粘着質でね、ガムテープみたいな感じなのかなと思ってしましたね。はい、めっちゃくっついてくると、夏子さん行っちゃったなと思うんですけども、ちょっと後悔してる感じがあったなというところでしたね。それでもやっぱり家族だから向き合っていかなきゃいけないなってちょっと思ったのかなというところでありました。あそこの演出もねやっぱ痺れるなというところ、面白かったですね。王子さんのところにね真人くん向かいますという感じになっていきまして、でなんかなんでしょうね、まあ参道みたいなところをね静電気でねこう拒絶されながらも行くんですけど、そうするとねなんか神殿みたいなね、それまでのこの下の世界の場所とは全然違うね、まあかなり綺麗なね空間が広がってますというところでしたね。でまあ長い廊下ですね、あそこを抜けると、森が広がってますと、本当になんだろう、楽園みたいな感じですよね。はい、下のところとはもうまた違うなという感じでしたね。で、草原があって丘があってね、でそこにね石が浮いてるわけですよ。はい、丘の上に石が浮いてるというね、このビジュアル一発でもうめちゃめちゃいいじゃんって感じでした。メッセージを思い出すなと、はい、デュニ・ヴィルヌーヴのメッセージみたいなあのビジュアル、あの感じに近いな、あのシーン、もうシュールレアリズムですよね。シュールレアリズムの絵で顔がめちゃめちゃパンパンになってる人の絵とかあったと思うんですけど、なんかああいう感じの
世界観に近いかなと思って、一枚の絵の構成もね面白いなと思って、手前がね草とか、花がね 3D でこう揺れてるんですけど、でおじさんと、真人くんがいて、でその後ろの雲ね、雲はその昔の油絵みたいな印象派みたいな感じで、感じのタッチの雲ですね、それが 3D で流れてるっていうね、一枚の絵の情報量の中でこのいろんなタッチをやってて、結構な情報量が詰め込まれてるというところがあって、いやこれすごいなというね、なんか絵を見るのがひたすら面白い映画だったなという感じですね。クライマックス来てもやっぱそういうところがあるなと思ったりしましたね。王子さんがね、真人くんに引き継がないかっていうね、この世界を引き継がないかっていうんですけど、宮崎駿が王子さんなのかなーってやっぱり多分みんな思ってると思うんですけど、思いますよね。まあそう考えると色々辻褄が合ってくるかなというか、この世界ですね、下の世界を作ったのが王子さんであると。王子さんが表現されている世界だし、この人間そのものだなぁとも思ったりするっていう感じですね。王子さんがいる空間はね、結構めちゃめちゃ綺麗でね、自然も豊かっていうところで、その下の世界、それ以外の世界は結構もう混沌としてると。人間の中ってカオスだよなっていうところも含めて、王子さんなんだろうし、人間を表してるんだろうなっていうところを感じました。だしそのまあいろいろとね、そこまでセルフオマージュを自分でやってたり、してるところも考えると、王子さんは宮崎駿なんじゃないかなというのはやっぱ思うなというところでございましたね。なんでこの世界の住人が鳥なのかっていうところなんですけど、鳥はね結構自由とか飛躍の象徴として使われることが多いという感じらしくて、おじさんがいた現実ですね、本当にこんなとこじゃなくて、ここじゃない自由などこかへ行きたい、そういうところを作りたいと思って、作った世界があの世界なんじゃないかというところですね。だからその象徴として鳥たちがいるという意味なのかなと思ってます。はい。あと何人か人がいましたけど、なんでいるのかってところなんですけど、まああの人たちは単純にやっぱ王子さんと同じようにね、現実の世界に嫌気がさして、迷い込んできた人たちかなと思います。姫様も、夏子さんもね、キリコさんはもしかしたら、姫様を追って入ってきちゃっただけかもしんないな。はい。かもしんないですけど、なんかそういうことなのかなと思ってますね、今んとこ。王子さんにね、真人くんが継がないかつって誘われるんですけど、真人くんは断ると。この世界じゃなくて友達と一緒に、現実の世界で生きていくよというね、かなりポジティブなメッセージを急に言い出すというね、めちゃめちゃやっぱだから、その君たちはどう生きるかを読んだことによってかなりポジティブになってるというのがあると思うんですけども、ジブリじゃない、現実の世界で、友達と一緒にね生きていくというねメッセージ、なんかこれこう考えると、あのレディープレイヤー1と結局言ってることが近いんじゃないかっていうね、今思ってますけど、下の世界から脱出していくという感じになってきます。もう僕一個だけ気になるのが、下の世界がね急に畳まれていくんですよね。そこがなんか本当急すぎるというか、あそこまで話広がってたのが突然急に閉まり出すのがちょっと気になったかなという感じですね。はい。でまあそんなところありまして、帰っていくと、で扉のとこね行くんですけど、真人くんがね、姫様と一緒に帰ろうって言うんですよね。同じ扉から出ていこうと、姫様はね自分のところに帰るよっていうね、火事で死んじゃうんだよっていうんですけど、そうすると姫様がね、いや真人くんを埋めるだけで幸せだからそれでいいんだっつって、で帰っていくんですよね。真人を埋めて幸せっていうね、それ一つのセリフだけでめちゃめちゃキャラクターの深み出たなっていうか、なんかバックボーンがむちゃくちゃ見えたんですよね、あの瞬間、あのセリフ一個だけで人物がこんな広がることあるんだっていうね、思いましたね。あとむちゃくちゃ優しい人だなと思ったりね、多分あの扉って多分各時代に出れる、各時代のあの屋敷の敷地に出れる扉だったと思うんですけど、一緒の扉から出ちゃうとね、タイムパラドックス起きて真人くんが消えちゃうしね、あとはあのお父さんもあそこに多分いないんだろうなと思ったりして、あ確かにそのタイムパラドックス的に言っても、正しい選択だったかなと思いましたね。で現在に帰ってきて、で何年か経って東京に帰っていくというところで終わるというね話でございました。で見終わって、君たちはどう生きるかっていうタイトルの意味を今一度考えると、あの劇中に出てきた
本ですね。あれだけじゃないんじゃないかなってやっぱ思いますよね。まあそのまんまなんじゃないかっていうねところですよね。この作品がね多分、宮崎駿最後の作品になるんじゃないかというところですよね。でジブリはその後継者というか宮崎駿の後を継いでジブリの看板を背負って監督をできるアニメーション監督を結局作れなかったっていうところ、まあもっと言うと宮崎駿に匹敵する日本のムーブメントになる、日本のアニメーション監督を宮崎駿が育てられなかったこと、まあ、強いて言うとすれば庵野秀明はいるとは思うんですけど、庵野秀明もちょっと実写の方行っちゃったりしてるからね、なんとも言えないかなというところで、下の世界ね、まあ、ジブリの世界がもう最後ぶっ壊れてって終わるっていうのを考えるとやっぱそう考えちゃいますよね。はい。で宮崎駿っていう存在がいなくなって開いた穴、この穴が開いてる世界をどうやって生きるっていうねメッセージなのかなと思いました。そう考えるとやっぱこの何、僕はね一応映像ディレクターで映像作ってるんで、やっぱねこのクリエイターの人にめちゃめちゃこのメッセージはぶっ刺さんじゃないかなと思いますね。これを受け取って誰かがね、じゃあ俺がやってやるよってなってね、めちゃめちゃ面白いアニメーション監督出てくるかもしんないしね、僕としてはその奮い立たせられたなと思いましたね。なんかめっちゃ泣けてきたな、わかんないけどこのね宮崎駿のメッセージを受け取った誰かがね、また面白い作品ですね、これを作ってくれたら本当にいいなといいなっていうか、はい、面白いのを作ってくれたら循環していくなっていう、業界が回っていくなっていう感じがして、ちょっと感動してます。はい。次回はですね、ちょっと来週が忙しくてミッションインポッシブル見れないかなという感じなんですけど、再来週はいけそうなんで、キングダムですね、こちらやっていきたいなと思います。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた。